love, and more. Yay! You can't wait to talk about the show tomorrow in your class. A radio program for students. Double 7 FM. Rookies. FM 市街いいラジオルーキーズ、パイセンこと杉浦直江です。さあ火曜ルーキーズ2時間目は音楽の時間です。ルーキーズ B フラットインフォメーション。さあ毎日この時間は日替わりで音楽情報をお伝えしていく音楽の時間です。今日火曜日は B フラットインフォメーションということで、浜大津にあるライブスポット B フラット川からB フラットからニワチティちゃん、ニワティちゃんにね、おすすめのライブ情報を紹介してもらいますけれども、よろしくお願いします。お願いします。今日はあのゲストを連れてきてくれたということなんですけれども、はい、はい、紹介してもらってもいいですか。はい、1月12日土曜日、B フラットの新年会ライブ、うん、出演してもらいます。はい、オーバードニコルのお二人です。どうもどうもどうも、よろしくお願いします。よろしくお願いします。オーバードニコルです。一人ずつ自己紹介を。はい、オーバードニコルのボーカルダイです。よろしくお願いします。はい、そして、はい、リーダーでベース弾いてますカブスです。カブスカブスはシカゴカブスみたいな。そうですね、そっから来てる。はい、大ファンとか大ファンですね。ほんまに？ほんまに？それは。ほんまっす。カブスの大ファンで。高校の野球の練習にカブスの帽子をかぶって行ってたもんね。はい、それでね。それで福留もいたカブスね。その、 あの2人オーバードニコルから来てもらいましたけれども、1月12日っていうことはあれですよね。そうですね、僕らも出る、はい、はい、パイセンも対バンです、ね。はい、やばいっすね、はい、ちょっとあの、ね、僕ら全員対バンですね。ほんまですね。ニワッチティーチャーのねスパイクも含めてですけれども、はい、このオーバードニコルはどんなバンドなのか、はい、じゃあニワッチティーチャーちょっと紹介してもらってもいいですか。お願いします。はい、4人組の、まあまあ、男バンドで、うん、まあ、曲は、まあ、ラウドになるのかなと思うんですけれども、うん、まあ、歌というか、まあ、歌詞とかそういうのは、まあ、日本詞が、まあ、メインで、うん、B フラットで、ウーバーワールドの、うんうん、ザ・ソングの収録があったんですけども、うん、まあ、そこにも、まあ、招待して、来ていたんで。そうか、あの映画にじゃあ映ってた。はい、そうなんですよ、ちょっとだけあのリハのところを見てたりとか。はい、そうです、ね、あざす、あのメモリちゃんと見とけよみたいなね。 あざすあざす。あ、俺、ね、あれ声、俺がね、あ、俺の声もちょっとね。マジでそうなんや。はい、まあ、そういう子たちです。まさにそういう子たちです。あざす、そういう子たち。いや、はい、ちょっとそのウーバーワールドのね、こう映画とか、まあ、あのリハの風景とか見た時の話とかもちょっと聞きたいなと思うんですけど、あ、なかなかだってそのプロの、ね、もう一線でやってるバンドのリハの風景見るとかっていうこと、ね、ないよね。かなりレアです。ほんまに、ほんまに貴重な体験でしたね。なんかこうそこから吸収したもんとか、いや、勉強になったこととか。もうとにかくね、ノブトさんベースの、うん、もう1時間2時間くらい一人でずっとリハして、うん、そうやな、すごかったな、うん、ずっとやってたな、一人でずっと、他のメンバー控室にいるのにずっと一人で練習したな、ずっとすごいなと思いました。へえ、うん、そのカブスは同じ、うん、ベーシストとしてなんかこうちょっと、あ、俺も頑張らなあかんなみたいな、うん、そうですね、思うところはあったり、練習熱心やもんな、人な、なんかそういう刺激とかも受けつつ、はい、ということなんですけれども、あの先ね、ニワチティちゃんがこんなバンドやって紹介してもらいましたけれども、あの本人たちとしてはこう自分たちはこういうバンドやっていうのは、そうですね、いや僕ら結構でもお客さんと一緒になって楽しむみたいなのを結構コンセプトにしてて、うん、だからライブをこうお客さんと一緒に楽しんで、うん、そこでなんかつながりを作っていきたいみたいなコンセプトにやってますね、うん、じゃああの CD でね音をこう作ってとかっていうところももちろんやけども、そこじゃなくてメインはやっぱりライブで1対1でお客さんと向き合ってっていう、はい、もちろん、うん、そうですね、そのね、はい、オーバードニコルも出演する1月12日の B フラットの新年会ありますからね、はい、ぜひちょっとあの見に来てほしいなと思うんですけれども、よろしくお願いします。じゃああの曲を
ね、早速聞きたいと思います。オーバードニコルのじゃあナンバーかけたいと思いますけれども、曲紹介を。はい、オーバードニコルファーストミニアルバム地高よれから、地高よれです。Bフラットインフォメーション、今週はゲストにね来てもらってますけれども、オーバードニコルを特集してますけれども、はいはい、聞いててやっぱりこうウーバーワールドの音楽とも近いものを感じたりとかしたんですけれども、はい、うん、やっぱりこう憧れみたいなところはあったり。そうですね、やっぱり大好きですね、尊敬、うん、大先輩としてな尊敬してます。だってボーカルのね、はい、大君とかちょっとほんまに拓哉さんのイメージと重ねてんのかなみたいな、ちょっと寄せていってんのかなみたいなところ感じたりとか。さっき表でね、うん、あの今日オーバードニコルとやなと思って来たんですけど、うん、あのちょっともうちょっと落ち着いてたんですよ、うんうん、ボーカルの大君はちょっと変わりすぎてて、うん、あれは違うなと思ってじゃあウィスみたいな感じでこう言われたんで。そうなんや、じゃあ最近そのイメチェンだよ。そう、髪色ちょっと最近ね、うん、金色に。あんまり話しかけたくないですもんね、したんすよ。いやいやいや、みんな話しかけてな、ほんまに優しいで俺。芸人かなと思った。いや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 、いそう、はい、いやいやいや、本当に本当に。いや、タクヤさん似てるから芸人ってめっちゃ差が。そうですね、いや申し訳ないです、まあね、いや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 、でもあのオーバードニコルほんまにこうね、はい、ウーバーワールドに憧れて、ほんでウーバーワールドもやってたB フラットで今頑張ってるね、はい、バンドですからね、はい、あの続いてこういけるように頑張ってほしいと思うし、はい、ありがとうございます。あのみんなもね、本当聞いてる人もあのぜひぜひ応援してもらいたいと思うんですけども、お願いします。そのオーバードニコルも見られる、そしてニワッチティーチャーのスパイクも見られる、はい、
まあ、パイセンのねしょうもないバンドを見られるというねB フラットの新年会イベントがあるということなんですけれども、ライブの詳細お願いします。はい、1月12日、土曜日、うん、B フラットでやります。オープンが13時、スタートが13時半、前売りチケットが1000円となっております。はい、イベントタオル、うん、全バンドネーム入りのイベントタオルが、うん、プレゼントになりますので、あらあら、はい、ぜひぜひあらゲットしに来ていただきたいと思います。ね、はい、僕らも楽しみにしてますもんね。はい、あの出演者もプレゼントなので、うん、はい、もうみんなで遊びに行きましょう。はい、はい、ぜひ皆さん遊びに来てもらいたいと思います。はい、B フラットインフォメーション、今週はライブスポット B フラットからニワッチニワッチティーチャー、そしてホーバードニコルのね2人に来てもらいました。ありがとうございました。ありがとうございました。